アル・ラーフ、アル・ラーフ、あるいはアラー、アッラーは、アブラハムの宗教の唯一神アファウェイに対するアラビア語故障の一つ。アッラーフがクルアーンを授けたとされるムハンマドイブン、イコールアブドゥラーフ、以下、ムハンマドは、神、アル・ラーフより派遣された、大天使ガブリエルから、神、アッラーフの受宅を、ラビア語で語った首都であり、最後にして、最大の預言者とされる。 ムハンマドはあくまで神、アラーフから非造物である人類のために、人類の中から選ばれた存在に過ぎない。そもそもアラーフ、神自体が、生みもせず、生まれもしない、つまり時間と空間を超越した絶対固有であるため、キリスト教神学におけるイエス・キリスト像のように、ムハンマドを神、アラーフのことみなすような信仰的、神学的位置づけもされていない。 全知全能唯一絶対であり、すべてを超越する。目なくして見、耳なくして聞き、口なくして語るとされる、意志だけの存在であるため、あらゆる時に、あらゆる場にあり得て、偏在、絵画や彫像に表すことはできない。イスラーム教がイメージを用いた礼拝を、偶像崇拝として、完全否定しているのも、このためである。イスラームの教えは先行する、ユダヤ教。 キリスト教を確証するものであるとされるため、アルラーフはユダヤ教、キリスト教のヤファーと同じであるとされる。一方で、ユダヤ教、キリスト教はこれを認めていないが、従って、神、アラーフは6日間で天地創造しており、また、最後の日には全人類を死者までも復活させ、最後の審判を行う、終末を司る。なお、 一切を超越した全能の神、アラーフが休息などするはずがないという観点から、想像の6日間の後に神が休息についたことを否定するなど違いはある。これはイスラームがユダヤ教やキリスト教を同じ経典の宗教として尊重しながらも、それらの教えに人為的改変ありと見なしてきたことの顕著な例でもある。クルアーンが現在の形になったのは、 ムハンマドの死後であるが、イスラム教とは神、アラーフが使わせた、大天使ガブリエルからムハンマドに言わせた言葉が、現在のクルアンに完全に再現されていると考えている。元来、アラビア語で、アラーフは英語で言うゴッドである。そのため、現在では、アブラハムの一神教といわれる、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の共通の唯一絶対神を指す。ちなみに、 アラブ地域の聖書ではヤハウェをアラーフと表記している。例えば、東方聖教会のアンティオキア創始教長、アッシリア東方教会、ネストリウス派、シリア聖教会、ヒ・カルケドン派などでは、創造主をアラーフと訳している。しかしながら、マレーシアでは、イスラム教徒以外が用いることが制限されており、同国でカトリック系新聞、ヘラルドが掲載した際には、 政府から使用禁止が命じられた。この使用禁止命令は、一時はマレーシアの高等裁判所により取り消され、使用を認める判決が下されたが、2013年10月14日、マレーシアの上訴裁判所は、交際判決を破棄して、イスラム教徒でない人々が神を表す言葉として、アラーを使うことを禁じる判決を下した。また、前述の通りある。 ラーフはアラビア語で特定の神を指し示す言葉であることからイスラーム発祥当時のアラビア語を母語とするユダヤ教徒キリスト教徒も唯一神であるヤハウェを指してラーフと呼んでいたムハンマドに啓示が下された後イスラームにおいても万物を創造しかつ滅ぼすことのできる造物主こそが唯一とされその超越性が強調されるようになったただし 考古学的検知では、ヤファワとイスラーム教の唯一神アラーフは別の起源であり、イスラム教の唯一神アラーフは630年以前はカーバ神殿に採取されていた最高神の故障である。イスラム教で言うジャーヒリーや無名時代にカーバ神殿に採取されていた360の神々の最高神がアラーフとされていた。アラーフの下にはアッラーとバナーと あるウッザーの三女神が付き従っていたという。これらの女神は、アラブの部族神であり広く信仰されていたが、クルアンにおいて否定された。月からの隕石とされていたカーバの黒石は、アラートのご神体とされていた。もちろん、偶像崇拝を禁じるイスラム教では、信仰及び崇拝の対象になってはいないが、ハッメッカへの巡礼においてこの石に触れることができれば、 大変な幸運がもたらされるとされている。アル・ラーフは、神を意味するイラーフに定冠しある、がついたあるイラーフの短縮形、あるいはなまったものである。ユダヤ教では神を、エロヒム、エルと呼ぶが、これらの発音が互いに似ているのは、アラム語、ヘブライ語、アラビア語などが、同じアフロアジア語族のセム語派だからである。日本語でのカタカナ表記としては、アラー。 アッターともに並存しており、アラーフと表記されることは稀である。また、アラーとヤファウェは唯一神としての原理上、同一の神であるのに、日本では全く別の神であるかのような誤解が生じている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。